はい、こんにちは。整体院店員魔法の谷内です。本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日もですね、美容健康に関する有益な情報をあなたにお届けしたいと思います。それではよろしくお願いします。今日のテーマですけれども、なぜ筋肉をマッサージすると小顔になるのか、なぜ筋肉をマッサージすると小顔になるのかという話をさせていただきます。なぜこの話をするかというと、初心に帰ってですね、そもそもなんで小顔マッサージ、小顔っていろいろありますけど、僕は筋肉をね、ほぐしてくださいと言ってるんですね。はい。で、いろんなものがある中で、なぜ筋肉をほぐす必要があるのかというのを、お話ししたいと思います。そもそものところですね。はい。よっ。これか。はい。ここに筋肉のね、図がありますけれども、こいつを出すのも久しぶりですけどね。はい。そもそもですね、たるみとかむくみって何で起こるんですかっていうと、これをご覧のあなた、おそらく肩こりとか首こりあると思うんですね。肩こり、首こりってあると思います。で、筋肉っていうのは筋膜で全部つながってるんですよ。筋膜リリースとかね、今、巷で流行ってますけど、そういうもんです。筋膜っていうのがつながってます。はい。そうすると、首が硬いとですね、ずっとつながっているんで、顔も凝ってるんですね。はい。顔の筋肉も凝ってます。で、筋肉っていうのは凝ると血液循環が悪くなって老廃物が溜まってきます。ざっくり言うと、肩こりの人で、ここ、こっちでしょうか。ここがすごい盛り上がってる人いますよね。あれ、肩が。あれ別に筋肉が鍛えられてるわけじゃないですよね。ムキムキなわけではないです。長時間ですね、慢性的にずっと筋肉が硬直していると、その部分の循環が悪くなっている。そこが、むくんでるというか腫れてるんですよね。はい、で、ボコッとなってる、あれが顔にあると思ってください。顔にあると思ってください。はい、要は肩こりならぬ顔こりがここにあって、心がむくんでるというのが今のあなたの状態なんですね。はい、じゃあそれをどうやったら改善するんですかって言ったら、要は筋肉が凝ってるから循環が悪くなってるわけだから、筋肉をほぐせばいいわけですよね。そうしたら、血液循環が復活して老廃物が流れるよと。はい、その方法が、僕の紹介している小顔マッサージだってことなんですね。はい、で、これをご覧のあなたはもう分かってると思いますけども、構造上ですね、骨があって、で、筋肉があって、皮下脂肪があって、で、これが皮膚ですね。間違えた。これ。はい。皮膚があるんですよね。はい。皮膚があります。で、要はもう、顔というか体の構造ってもうこれしかないんですよね。骨、筋肉、脂肪、皮膚しかないわけですよ。で、これのどこにアプローチするのか。要は、老廃物が溜まってるのは分かったけど、なんで筋肉なのっていうと、もう骨は動かないわけですよ、これは。はい。で、脂肪はもう痩せるしかないわけですよ。これ、痩せです。はい。で、皮膚っていうのは、もうめちゃめちゃ薄いですからね、これ。薄いですから。要は体に細菌が入ってこないようにバリアしてるもんですからね、皮膚っていうのは。これはもう、なんていうんですか、スキンケアになりますよね。ケア、なんか変になった。スキンケアですよ。美白とか、ニキビとか、シミとかはこのスキンケアに入ります。はい、で、この層ですね、ここにむくみがあるんですよ。むくみ、で、たるみっていうのはこの筋肉自体の状態の話ですから、これもまたここの筋肉の層だということになります。はい、骨、筋肉、脂肪、皮膚しかなくて、もう筋肉しかアプローチしようがないのは分かりますよね、もうこの図で。なんで、筋肉が凝っているこの部分で、老廃物が溜まっている、筋肉をほぐす。そうすると、むくみが取れる。で、筋肉自体も、柔軟性が出てくるんで、引き締まる力がある。男性と言いますけどね。筋肉には男性というものがあります。はい、
キュッとする力があるんですよね。はい、この弾性っていうのが取り戻されます。はい、そうするとリフトアップにもなるってことなんですね。はい、ごくたまにですね、そんなんでなんかたるみが止めれるんだったら、一生老けないんですかとか言う人いるんですけど、老化の話をしてるんじゃありませんからね。はい、これだけのたるみがあると、たるみと、はい、でたるみっていうのがこれが 100% あったとしたら、こんだけは生活習慣なんですよね。でこんだけは老化なんですよね。でこの割合は個人差があるんで、そんなに多くないだろうとか文句言わんといてくださいね。これは個人差がありますから。うん、で要は二十歳の時に比べればですね、60歳の人が老けてるのはこれは当たり前なわけであって、人間生き物ですからね、老けないって言ってるんじゃないんですよ。たるみ全ての 100% のたるみに対して老化の部分は一部であって、生活習慣の問題がありますよと。はい、で生活習慣というのは具体的には、顔の筋肉が凝ってしまうような習慣だということです。じゃあその生活習慣を改めればこの部分は改善されるわけじゃないですか、ね、じゃあ具体的にその生活習慣を改善するというのはどういうことなんですかって言ったら、僕の、教えている小顔マッサージを生活習慣の中に取り入れることです。要は生活の一部に小顔マッサージを取り入れる、要は歯磨きのように小顔マッサージをするのが、このたるみを防止する方法だということなんですね。はい、なんで決して老化によるたるみを止めてるわけじゃありません。はい、老化が止めれるんだったらもうそれはもう不老不死ですからね。はい、もうすごいことになっちゃいますよね。もうドラゴンボールの世界ですよこれは。はい、なんでこの生活習慣を改めるようにしてくださいということです。はい、そのための小顔マッサージですよってことですね。はい、今日の動画は以上になります。いかがだったでしょうか。はい、そもそもなぜ小顔マッサージをするのか、なぜたるみむくみが改善するのかということについてお話しさせていただきました。ぜひですね、この効果実証済みのですね、小顔マッサージを真剣に取り組んでいただいて、たるみむくみのお悩みから解放されてください。はい、それでは失礼します。チャンネル登録もお願いします。ここに出てます。